おーアイナ、そんなところで突っ立ってないで、隣に座ったらどうだ、デゴアス。ど真ん中に座っといてよく言うよ、座れねえわ。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトーン時刻は、2020年4月15日、水曜日の午後8時15分です。では、本日のお知らせです。今日、アイナ島にシャンティさんという方が新しく引っ越してこられました。新しい仲間が増えて、私もとっても嬉しいです。ギャルやギャル。では、本日も楽しい一日になりますように。これで今、住人は何人おるんかな？あ。まだ木に果物がなってないやん。早ならんかな。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶっちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金26,284ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ってことで今、1,2,3,4,5,6,7,8,9。あ、あと一人やん、住人。なるほど。さあ、これで？あ、琴乃さんから、先日はありがとうございました。お礼に仕立て屋クーポンを2枚お送りしますね。仕立て屋で3000ベル以内のアイテムと交換できますよ。よかったら使ってください。琴乃より。嬉しい。そして、たぬきショッピング。そっか、大好きが。で、あ、なるほど、なるほど。1000マイル。よきだね。人んちの庭になんかダッシュで入ってきた。あ、びっくりした。花を踏み荒らしよんかと思った。めっちゃ水やりしてくれよる。ありがとう。よし、大好きが。え、これがクーポン？おー、いいね、いいね。え、これは ?2 枚で3000円？それとも1枚で3000円？ちょっとよくわからんけど。あ、そう、お花見の提灯をちょっと温泉のところに置きたいなって思いよったよね。え、どの辺に置こっか。この辺りでいいかな。とりあえず、お花見の提灯。ちょっと待って。しまわせて。こんな感じ？え、いい感じじゃない？よきよき。みんな私に話すこととかは何もないの？か、いつもあそこさ、あそこの水飲み場、水出しっぱなしなんやけど、誰？びっくりした。何がおるんかと思って、ね、なんか手元光ってない？え、何あれ？懐中電灯かなんか持っとる？めっちゃなんか手元光よったよね、今。ねえ、君？わからん。よう、元気そうだな、デゴアス。話しに来たよ。へ、まだまだ今日を楽しまねえな、デゴアス。お、自分家の庭の花を。あれ？あ、ほら、懐中電灯持っとった。何？何探してんの？珍しい虫とかそういう感じ？どうもー。お、なんか、え、何？豪華。豪華やけど、ちょっとなんかいかついね。あ、そっか。チャイナ服着とるけん。中華風なんやね、家が。まあ、皆さん。ふふ、見ての通りよ。早速引っ越してきたの。素敵な島ね。私一目で気に入っちゃった。誘ってくれたあなたに感謝しなくっちゃ。片付けは今日中に終わらせちゃうから、明日からはいっぱい遊びましょうね。だってば。また明日からよろしくね。桜島の家の中も、昨日見えんかったけんさ。まだ荷物だらけやったけん。見たいんやけど、なんか人んちの庭で捜索しよるけん。見れないな。まだ家の中多分見たことない人、いっぱいおるよね。マミーさんの家結構見たけど。お、なんだい？どうだい？島の評判集めの方は順調かい？まあ一応順調かな。今星2行ったけんね。そうそう。今ちょうどいいものを持ってるから、あんたに託すことにするよ。なになに？これは？その灯籠を試しにどっかに飾ってみないかい？世界にどっかにいるかもしれない灯籠マニアが注目してくれるかもしれないよ。灯籠マニアとは。あ、でも温泉のとこにいいんじゃない？あー、でもな、あれなんよね。桜の提灯置いたけんさ、ちょっと、かぶるかな。いや、でも、でもいいか。どの辺に置けばいい？こっち側とかに置いとこっか。灯籠。こんな感じ。どうよ、どうよ。まあ、いいんじゃなかろうか。お、店の中に住人がおるの初めて見た。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。
いやなんかね、あつ森ではそういうのないんかなって思ったけど、やっぱあるんやね。この服、どこかの島の誰かくんが作ったんだって。こんなの作れるなんてすごいねえです。かわいいなアンチョビ。手も手が狂うといけませんし、ごめんなさい。あさみさんってさ、飛び盛りの時も色あんなんやったっけ。こんななんか赤と青で分かれとった。試着室を使いたいのね。どうぞ。あら、お客さん、仕立てやクーポンを持ってはるんですね。3000ベル以内に商品なら1枚につき1点無料で引き換えられますよ。ぜひ使ってくださいね。え、あれなんや、3000ベル分こういろいろ買えるわけじゃなくって1枚につき1点なんやね。ひぇ。もったいなくない？だって絶対お釣り返ってこん感じやん。じゃあ3000ベルギリギリまでちょっとギリギリ高いやつとか買いたいよね。あ、でもこの辺のとかめっちゃ欲しいなと思いよったんやね。あーかわいい。あーかわいい。なんかね、部屋着極めたい。あ、この辺めっちゃ可愛くない？キュートなスニーカー。超絶可愛いやん。でももったいないよ。でももったいないとか言ったらね。あ、ケイトさんのキャップ、売り売る。売り売りやん。私が今被っとるのこれやろ。2400ベルもするんやね。結構高いんや。へぇ。カッパスーツ。カッペイさんは一体どこに行ったのかしら。ブルドッグジャージ可愛くない？白がいいかな。かわいい。え、めっちゃかわいい。いいやん。あ、これクーポン。あ、なるほどね。クーポン適用されとんや。ゼロベルになっとると思ったら。プリンスな服。なんかちょっとゼルダっぽい感じの。ね。リンクとかああいう服着てそうじゃない？な、全部かわいいな。ブルー、これかな？パープルかな？じゃ、これにする、私。はい、オッケー。めっちゃスポーティー。このまんま行くよ。あ、ブルドッグジャージって後ろにブルドッグの絵が描いてあるんや。とってもお似合いやわ。お気に。元丸身につけてたものはお家の収納に送っておくわね。あれやない。なんか地元のヤンキー感すごくない？かわいい、かわいいんやけど。お気に、またどうぞ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、まあいろいろと買ったものが届いているはず。これ私2個何買ったんやったっけ。全く覚えてないけど、あ、ちょっと待って。はい、プレゼントの受け、あ、これはウォータービューね。よし、多分外に置くものやったはずなんやけど、あ、お菓子の自販機も買ったんよ、私。これ動画外でね。あ、そっかそっか、仮設トイレ買ったんか。じゃあちょっと仮設トイレを、ビーチの方に、設置しておきます。この辺とかに設置しとけばいいかな。端っこの方がいい？違う違う違う。あ、じゃあとりあえずこれ一旦閉まった方が、動かしやすいよね。え、こういう方向で置いた方がいいから違うね。こういう方向でいっか。こういう方向でいっか。よいしょ。てか、こんなさ、こんな、波打ち際にトイレとかあるもの絶対ない気がする。まあ、でもこれで。なんか気がついたらさ、出てきた時にはなんかこの辺まで波来てそうじゃない？よし、よきよき。はい、なんでしょう。お、ジャージ着とるやん。やあ、イナくん。トタキキさんのリサイタルに向けて相変わらずご活躍だそうだね。そんな頑張り屋さんの君に僕は今日も拍手を送りたい。それからもう一つ、プレゼントも送らせてほしい。なになに今回は。あ、レシピ。何かわかるかい？それはゴミ袋のレシピなんだ。君のために心を込めてハンドライティングでしたためたんだ。ほう、ゴミ袋。ゴミ袋のレシピあったことない私。僕の書いたレシピで君が作り上げた共作のゴミ袋を島に飾ってくれると嬉しいな、まさしく。ゴミ袋を飾るとは。え、多分あったけん覚えれんよね。ほら、もう知っとんやって。あと、お菓子の自販機をちょっと、置いてこなくては。お菓子の自販機。
うん。私昔住んどった家の近くにさ、ガムの自販機とかあった。おー、いいね、いいね。ガムの自販機とか、あと、これはなんかセブンイレブンとかであるとこあるけど、なんかコーラの自販機とか、あとお酒の自販機とかもあった。昔は結構ね、自由やったけんね、そういうの。あ、そう、今日っていうか、なんか話しよる？挨拶しただけか。なんか明日、くるぶしが村を出ていくらしくって、挨拶をしておいてくださいねって静江さんが言ったんよね。お、もう片付けたのね、くるぶし。あれやん、初期住人が。アイナ、来てくれたのか？こないだ相談乗ってくれてサンキュー。オイラ引っ越すことにしたんだ。こうして島を出るとなると、オイラがいなくなった後のことが心配だけど、これからはお前がこの島の平和を守っていくんだぞ。しっかり頑張れよ、デッサイ。まあ、初期住人やけんね、多少ちょっと悲しくはあるんやけど、でも私はこの島を可愛い子だけの島にしたいということで、引き止めなかった。引き止めなかった。引っ越しの荷物を運ぶのって結構いいトレーニングになるんだよ。明日の筋肉痛が楽しみだ、デッサイ。どこに行くかはわからんけれども、頑張ってね、くるぶし。ってことで、あとは誰が来てくれるかって感じよね。あ、そういえばね、キャンプサイトにお客さんが来とるって言ったんよね。さあ、誰だろうか。今のこの状態でも、あと一人は呼べるはずやけん。ちょいと期待して、見に行ってみようと。びっくりした。なんかどう思った。めちゃくちゃびっくりした。ジャスティンやないか。外歩きよんやとか思ったキャンプサイトの人。いいよいいよ、何飴とか持っちゃって。ボイド。お、どうも。ちょいとこの場所を借りて、キャンプ生活を楽しませてもらってるぜ。少しの間だから、よろしくな。おうおう。そういういかつい感じなの？なんか、ちょっとね、ぼんやり系とか、なんかそういうのんびりした話し方の子かなと思ったのに、物持っとるけんさ、こういうの。キャンプといえばバーベキューだよな。好きなもんを焼いて食うだけなのに、キャンプで食べると一味違う。これもキャンプの醍醐味だよな。おうおう。まあ、楽しんでいってね。君をうちで引き取ることはないだろう。私は今日今から、ちょっとね、島に旅立とうかと思っております。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。普通の島。なんであんなのなの？ほら、なんか。どうした？何の傷それ。貫禄。確かに貫禄あるけど。よう、俺の名前は貫禄だ。気軽な気持ちでここへ来てみたんだけど、なかなか過ごしやすくていい島じゃねえか。おっと、お前の自己紹介を聞いてなかった。ふんふん、アイナってのか。アイナ島から来たのか。お前の島からも飛行機が出てるなんて、ここは意外とメジャーな島なんだな。まあ何はともあれ、仲良くしようぜ、じゃの。じゃの、渋い。まあそろそろ帰りましょうか。この島の雑草も、取り尽くしたことだし。島の雑草、剃り尽くしたことだし、帰りますかね。なんかみんな楽しそうね。どうしたんだ。ほら、アンチョビとかみんな。なんか今、飲みが飛び寄る音聞こえんかった？あ、ほらほらほら、アンチョビ。アンチョビや、君。飲みが。走るな、走るな。おい、こっちへ来い。ちょ、アンチョビー。はっ。走り回り寄るところを叩くっていう。ああ、僕についてた飲み、取ってくれたの？おかげですっきりしたよ。こんなに小さいのを見つけられるなんて、すごいね。どうもありがとうです。いや、だってね、音が聞こえるから、めちゃくちゃ気になったよ。ぴょん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 言いよったし。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。しずえさん気づいて。皆さんこんにちは。ただいまのアイナ島の時刻は2020年4月17日金曜日の午後4時58分です。そうそう、天気予報によると今夜は1年でも珍しい流星群が見られる日なんだそうです。
たくさん流れ星が降り注ぐアイナ島。想像しただけでもうっとりしちゃいます。皆さんもお時間がありましたら今夜夜空を眺めてみてくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。流星群やってびっくりしたはい、ということで今回もやっていきたいと思います。今日はレックスがおるんやね。はい、スマホが鳴っている。あ、桜も鳴っとるやん。あれ、前回から鳴っとったっけ気づいてなかったけど、桜も鳴っとる、やった。もしもし、こちらたぬき商店のつぶきちです。やっぱ桜も可愛いね。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金3万336ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。いや、昨日はね、ジャスティンがおったけん結構ね、稼がせてもらったんよ。お、堂々エアラインズから？いつも堂々エアラインズをご利用いただきありがとうございます。日頃の感謝の気持ちとして、当社のオリジナルグッズを同棲させていただきます。え、なになになに？なんかさ、みんな当たり前のように庭に入ってくるよね。まあうちの花の手入れをしてくれてありがたいけれども。え？堂々エアラインズアイマスク。あ、かわいい！え、かわいい。なるほどね。飛行機で、あれをつけて寝てればいいってことかな。旅立つときに。ありがとう、マミーさん。まあ、お会いできて嬉しいでした、ふん。まあ、私んちの庭だからね、ここ。世間話でも。アイナさんは今日はどんな風にお過ごしですか？私は、秘密でした、ふん。秘密。秘密が多いのね、マミーさん。ん？君、この島の住民だったよね。俺のことはもちろん覚えてるよな。そう。あらゆる虫と虫の関節を愛してやまない、リアル接触系アーティスト、レックスだ。今日も作品のモチーフにふさわしい運命の虫を探しに来たのさ。ってわけで君さ、もし虫を捕まえたら俺に言ってくれないか？自慢じゃないけど俺、虫ゾーンの広さには自信があってね。どんな虫でも買い取り可能だから。ああ、それと別件なんだけど、もし俺の作品に興味があるなら、声をかけてくれ。また後で。ん、そうか。まあ俺は明日の午前5時までこの島にいるつもりだから。了解。なんかご制約済みになっとる。誰が来るん？え、誰が来るのここ。アイダホ様ご新居建設予定、たぬき開発。アイダホって誰やったっけ？なんか名前聞いたことあるな。何座ってんの？人んちのベンチブランコに何座ってんの？かわいいけど。おいな、そんなところで突っ立ってないで、隣に座ったらどうだ？ってごわす。ど真ん中に座っといてよく言うよ、座れねえわ。まあ、とりあえず今日、あ、土地はそのまんまなんや。なるほどね。そうなんや、そういう感じ。もうそのままなくなるんかと思った。こんにちはでございまひ。ただいま、石の橋のための募金をしております。目標の16万8000ベルか。なるほど。はい。ってことで、私が残りは全額募金しておきます。あ、違う。終了してしまったゼロで。また今日私は、動画界で、今度はレックスがおるってことやけん、レックスに協力してもらってお金をめちゃくちゃ貯めようかと思います。協力しちゃう。ってことで出せるだけ。164,370ベル募金いただけますか？募金します。おかげさまで目標の168,000ベル達成いたしました。完成を楽しみにお待ちくださいまひ。イエーイ。あ、そっか、その場で完成するわけじゃないよね。やったー、募金が目標の金額になった。さあ、これで明日の朝には完成しているはず。で、ちょっともう一箇所、くるぶしが出ていったところに、呼ぶ住民を探しに行きましょう。お、何か歩いている。狼やん、狼。もう、狼被っとるけんなぁ。どうやろうなぁ。あれ、誰やっけ？ツンドラさん？どうも。ほら、ツンドラさん。あら、はじめまして。あなたもよその島から来た人かしら。こんなところで出会うなんて奇遇ね。私、ツンドラっていうの。あなたはアイナ島のアイナさんね。なんだかあなたとは仲良くなれそうな気がするわ。少しの間だけど、よろしくね、なのだわ。ツンドラさん、可愛いんやけどなぁ。でも、可愛いんやけどさ、結構なんて言うん？他の住人たちって、同じ、
系統の住人でも結構見た目に差があったりとかするんやけど、スンドラさんってモニカちゃんと結構かぶっとんよね、見た目。見た目結構かぶっとんよね、なんか色が違うだけぐらいの感じじゃない？よし、じゃあ勧誘します。こういう島でのんびりしてると慌ただしい普段の生活に戻るのが嫌になってきちゃうわ。はあ、このままずっとこんなスローライフができれば幸せなのにね、なのだわ。うちの島に来てみない？え、本当に？あなたの島って確かアイナ島だったかしら。まあアイナさんも一緒なら心強いし快適な暮らしができそうね。私決めた。アイナ島に引っ越して新生活を始めることにするわ、なのだわ。ようこそ。そうとなったら引っ越しの手続きをしなくっちゃ。どうしたら。そう、アイナ島のタヌキチさんという方に連絡すればいいのね。今日はここに来て本当によかったわ。私たちの出会い、もしかしたら偶然じゃなかったかもしれないわね、なのだわ。さあ、これでツンドラさんが来ることになったよ。なったよ、なったよ。いい感じやね。なんかずっと歌いよりやん。どんだけなんだ。アイダホか、アイダホが来るんか。なんか楽しみやね。みんなさ、結構同じ場所から動かん感じなんやね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナ島の時刻は2020年4月18日土曜日の午後4時39分です。では、本日のお知らせです。今日、アイナ島にアイダホさんという方が新しく引っ越してこられました。どんなんやろう。新しい仲間が増えて、私もとっても嬉しいです。では、本日も楽しい一日になりますように。予想はクマなんやけどね、コグマ系。多分、スマホが、鳴ったね。スマホが鳴っている。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金 38,192 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。レックスがおったけんさ、人面カメムシとか、あとタガメとか、で結構、儲けれたかな。あ、そうそう、三輪車と望遠鏡。ん？たぬき開発から、あ、橋ができたことかな。あ、違った。引っ越しの方か。なるほど、なるほど。じゃ、とりあえず、一応三輪車を、その前に開けんといかんね。三輪車を、ちょっと待って、あのね、ウォータービュー私公園に設置したんやけど、ちょっと色違いのウォータービューゲットしてさ、これ。ほら、可愛くない？こっちのめっちゃいいなと思って、とりあえず、まあここに置いておくかなと。違う違う違う。じゃあちゃんとしまって、網。ここなんか多分表札みたいなのあると思うけど気にせず。お気にせず。んーで、三輪車を。三輪車どうしよっかな？どの辺に置く？まあ、この辺でいっか。あ、すごい！ちゃんと、ペダルが動きよる。へぇー、細かいね、なんかめっちゃ。これ以上前進まんのや。まあ、ここでいっか。うんうん。めっちゃ邪魔かな？ちょっと待って。もうちょっと、やっぱこっち側にしよっか。じゃあこの辺で、よっ。うん、これで OK やろ。そこ座れるし。で、望遠鏡は、あ、そう、昨日ね、流星群が流れたっていうことで、なにこれ？なんか色違うんやけど、お羊座のかけら？なにそれ、お羊座落ちてきたよ。なんか、流星群が流れるってことで、夜にね、めっちゃ何回も何回もお願いしよったんやけど、これってお願いの数に応じてなんかな。ね、お羊座のかけらって何？お羊座のかけらとか落ちとんやけど、ちょっと謎。でもこれで、ステッキ系のやつ作れるよね。多分2つ作れるやつがあったはずなんやけど。あ、こういう系統の家？なんか、あれやな。家の系統、こういう家の系統は浜辺立っていただきたいんやけど。え、あれやない？なんか、誰やったっけ？モニカと同じ系統じゃない家。もう、どういう感じの家かぐらい言ってよ。え、でもこういう家ってことは私が想像してる住民ではないんかな？
なんか違いそうな気がする。キャンプ場から見えるような感じにしよっか。じゃあこの辺に、8個、やば。この辺に望遠鏡を。向こう向きにした方が良くない？よっ。こういう感じで、よきよき。これでね、星の観察を。ほう、完成してる。やったね。あ、でもなんか、めっちゃボコってなっとるね。こんな感じやったっけ？ここまでぼっこりなっとるもんやったっけ？なんか、こっちみたいな木の橋でもよかったかな？って思う素朴な感じで。ねえ、これぐらいでよかった気がする。何しよんあれ。なんかヨガみたいなんしよる。かわいい。そんな動きまであるん？めっちゃ集中しとるやん。元気そうで何よりだわ、だってば。お話ししよう。島暮らしってほんと素敵よね。家の中にばかりいたらもったいないわ、だってば。現実でもそうしたい。早くコロナが収束していただきたい。あ、ほら、やっぱり子熊。あ、でも思っとったのと違うな。もしかしてお前、この島のやつか？オイラはアイラホ。見ての通り、今日はアイナ島に引っ越してきたところなんだ。へへ、お前みたいに気合の入ったやつがいるなんて、この島は当たりだったな。よーし、お前をオイラのライバルとして認めることにするぞ。これからよろしくな、の心。の心？なんだそれ。何その語尾。なんか可愛いんだか可愛くないんだか微妙なやつやね。なんか、子供部屋みたいな感じなんかな。なるほど。まあ、これからよろしく。で、橋が完成したよ、たぬきち。セレモニーとかはないの？アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういってご用件だろもん。セレモニーのことがもう、向こうから言ってきてくれんのやねん。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今なら新しい橋の完成をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだろもん。参加してくれるかな？参加します、もちろん。はいはい。じゃ、早速始めるから会場にご案内します。おー。なに？住人掃除できてくれるんこれ。セレモニー。一部の子たちだけじゃないんやね。ほら、さっきまで掃除しよったアイダホまで来てくれとるやん。手前はなんか可愛いね。手前の子たち可愛くって、ちょっとあの、私、ライオネルと桜島ちょっとって感じなんやけど。この調子でどんどん島を盛り上げていってほしいだろも。でも全体的にパッと見て可愛いかなって感じはする。次に橋の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに島民を代表して一言いただきたいだろ。あ、あれかな、なんかモニカと比べてツンドラさんちょっともうちょっとなんやろ、後ろの木がさなんか陰影がはっきりしとった喧嘩知らんけど、もっとツンツンした感じに見えるよね。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだらも。あと、記念写真を撮りたい人は、シャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。すごいね、めっちゃ揃ったらみんな。橋完成のお祝いと、僕らのアイナ島のますますの発展を願いまして。よー。パーン。良きかな。奥に公園も見えとるし。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん、気をつけてお帰りください。てか、もうあんなに住民おるんやね。そっか、ツンドラさんで、もう、最後、10人目の、住人ということになるんやね。シャレじゃないけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。気づいた。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナ島の時刻は2020年4月19日、日曜日の午後6時11分です。では、本日のお知らせです。今日、アイナ島にツンドラさんという方が新しく引っ越してこられました。ようこそツンドラさん。住民一同、新しい仲間を歓迎いたします。お、来たよ来たよ。ちゃんと私が招いた子。では、今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。橋もできたよね、多分。よし。昨日ね、結構稼いだんよ。今までよりは。お、半妙がおる、あそこに。まあ、それがすごい、てか、水の流れる音聞こえん、めっちゃ。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。
買取ボックスに入れてくださったお品物の代金 49,952 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、てことで、さあ、買ったやつをね、とりあえずまた置いていかねば。確かあれよね、あの観光望遠鏡やったっけ、なんか忘れたけど、そんな感じの。ちょ待って、もう一個ハッピーホームアカデミー 54,801 ポイント。おー、ランク S やった、おめでとうございます。てかランク A とかじゃないよね、 S があるんや。あそこので水出しっぱなしやん。今回お家の評価2万点を達成されましたので、記念品をお届けします。ハッピーホームアカデミー、え、はるかに上回っとるやん、3万ポイントも。やば、やったね。ってことで、とりあえず、違う。この二つが観光望遠鏡やろ？あ、これね、捕まえたんよ。動画外で、与那国さん。これ寄贈してなかったけんね。アカデミーの銅の盾やって。へぇ、いいね。え、どういう感じ？あ、これ違うね。壁に飾る系か。なんで水出しっぱなし？え、てか、半身はどこ行った？おらんくなった？つら、お金が。私のお金がいなく。まあ、じゃあとりあえず、観光望遠鏡を設置しますか。どの辺に設置しよう。こっち、いや、こっち。この辺にしとこっか。ってことで、観光望遠鏡。おー、いいね、なんか。いいね。で、ここにも観光望遠鏡。ふぅ、よくない？んで、なんか置きたいものがいろいろと風船から降ってきて、ワイルドな丸太のベンチ、この辺ちょっと、キャンプ場の方に置こうかなと。あ、ん？落とし物や。久々、厚森さん、あんまり落とし物ないことない？あ、これ、噴水の周り、チューリップで囲んだ、あの丘の上からね、チューリップをせっせと下ろしてきたよ、私は。あ、桜島ヤッホー。よう、元気かでごわす。落とし物してない？どれどれ、見せてみな。でごわす。これ。俺のじゃねえな。こういうのって、ハンナとかが持ってそうじゃないか？でごわす。ハンナちゃん。なんかそういう、あいつじゃねみたいなこと言ってくれるんよね。家おる？あ、おる。あ、なんかすごい。ね、カーテンとか見えるよ、ちゃんと。あ、隣のルーシーの家はカーテンしまっとった。出かけとったらしまっとやね。あれ？なんか初めて入ったけど、ハンナちゃんの家の中、ポップだね。え、結構さ、ワイルドな感じとかに、パンクな感じとかになっとんかと思ったのにさ、めっちゃポップじゃない？どうした？どうした？いらっしゃい、くつろいでっておくれ、だってね。これ拾ったんだけど、落とし物？ちょっと見せておくれ、だってね。これ。あ、これ、うちのポーチないか。あ、ちゃんと、把握しとんやね、桜島。わざわざ届けてくれてありがとね。あ、そうだ。ん？服？ワークエプロンだよ。もっといいのがあればよかったんだけど、今回許しとくれ、だってね。ワークエプロン。なんだ、ワークエプロンって。すごい！こことかで使いよったんかな、ハンナちゃん。え、かわいい。ちょ、待って、帽子外そうじゃ。え、めっちゃかわいくない？いいね。気に入ったよ。やっほー、たぬきち。アイナさん、どうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも？セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今なら新しい橋の完成をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだなも？参加してくれるかな？します。はいはい。じゃ、早速始めるから会場にご案内します。あと橋が必要なとこあったかな？おー、全員集合。あ、ツンドロさんも来とる。それでは、ただいまより橋の完成セレモニーを取り行います。イエーイ。ありがったのも。皆さんの絶え間ない協力によって、このアイナ島は素晴らしい発展を遂げているだのも。
あ、でもこうやって一緒に集結したらツンドラさんとモニカちゃん全然違うね。個人的にはモニカちゃん派やな。この調子でどんどん島を盛り上げていってほしいだなもん。かわいい。次に橋の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに島民を代表して一言いただきたいだもん。それではアイナさん、一言お願いするだなもん。やったね。もうなんかめっちゃさ、自分が建てました感半端なくないこの見た目的にね、絶対なんかトンカントンカンやっとるよね、本人が。と、記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。橋完成のお祝いと僕らのアイナ島のますますの発展を願いましてよー。イエーイ、ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りくださいな。お帰りください。たぬきちや、新たな橋の相談を。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのもん。インフラ整備の相談を。インフラ整備の相談だもんね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だのもん。橋や坂の相談。橋や坂についての相談ね。どういった相談だのもん。橋を架けたい。お、新しい橋が欲しいのかな。橋が架かれば、川を挟む土地の行き来がとっても楽になるだのもん。橋って何個作れるん。飛び盛り3つまでやったよね。向こう側に渡っていく橋は石ってことにしよっかな。ね、なんかそういうので統一した方が良きな気がする。じゃあ石で。石の橋だね。じゃあこの橋の設置工事を進めても大丈夫かな。お願いします。はいはい。じゃあ橋を作りたい場所をアイナさん自身で選んできてほしいんだなもん。場所を確保するための橋予定地キットをポケットに入れておいたから、好きなところにセットしてきてね。橋を架けられそうな川岸で使えば、どんな感じの橋が作られるか、イメージが膨らむと思うだなもん。了解です。この辺りか？博物館があっちゃあるけんね。斜めに架けれるんだろうか。この辺りには橋を架けられそうな川。目の前に川あるじゃねえか、わかんねえのかわいい。あ、斜め立てれるね。石の橋の場所はここにしようかな。想像してみる。え、全然良きやと思うんやけど、どうだ？オッケー。イエーイ。橋を架ける場所を決めた。新しい土地への架け橋だ。よし、オッケー、オッケー。おー、なに？なんかセレブな感じやね。ツンドラさんの家の外観めっちゃ好きや、私。あら、アイナさん、わざわざ来てくれたの？そうなの。早速、アイナ島に引っ越してきちゃったわ。お引っ越しの荷ほどきは一人でできるから大丈夫よ。顔出してくれてありがとね、ナナだわ。いいね、ほっこりやね。でも動物たちが服は着てるのに下を履いてないのがものすごく気になってしまう。今更ながら。スカートとかもなんか履いてほしいよね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。